学生三大駅伝開幕戦の出雲駅伝、10月10日、島根、出雲市ロン区間 45.1km のチーム登録、監督1人、マネージャー1人、選手10人、22日、締め切られ、昨季の箱根駅伝3位の東洋大は、5000メートルで13分34秒74の日本高校記録を持つスーパールーキー石田康介が登録メンバー入りした。石田は群馬、東農大寺高3年だった昨年、5000メートルで2回、高校記録をマーク。今春、東洋大に入学後、故障などで出遅れていたが、夏以降、徐々に調子を取り戻した。出雲路で大学駅伝デビューが注目される。4年次で迎える2024年パリ五輪出場を大きな目標に掲げる石田について、坂井利幸監督は今後のステップとしてほしいと期待を込めて話した。東洋大は前回の箱根駅伝5区3位の宮下隼人主将、4年、同2区4位の松山和樹、2年、が調整途上のため、出雲駅伝の登録メンバーから外れ、全日本大学駅伝、11月7日、箱根駅伝、来年1月2日3日、に備え、練習を積んでいる。チームとして大学駅伝の経験値を上げることが重要ですと坂井監督は話す。伊勢路、箱根道に向けて、ルーキー石田をはじめ新戦力が出雲路で台頭することが待望される。出雲駅伝は昨年、コロナ禍の影響で中止。2年ぶりに学生三大駅伝開幕戦の熱い戦いが出雲路で繰り広げられる。優勝候補の筆頭は、昨季の大学駅伝2戦2勝の駒大。今年5月の日本選手権1万メートル2位の田沢廉、3年、同3位の鈴木芽吹、2年、を中心に圧倒的な戦力を誇る。東京五輪3000メートル障害7位入賞の三浦龍司、2年、を擁する吉弘、9月の日本学生対抗5000メートル優勝の近藤幸太郎、3年、が陣屋 S と南海青学大、箱根駅伝2区と3区の区間記録を持つイヤボン、ヴィンセント、3年、という大砲を持つ東京国際大などが駒大を追う展開が予想される。